どうも宮山です。ふみです。わかって TV です。今回は東京大学駒場キャンパスにやってきました。はい、ここでやる企画、うん、リアルドラゴン桜探し対決。ドラゴン桜、はい、今ね絶賛ドラマ放送中ですけども、はい、めっちゃ面白いっす。偏差値35の高校から東大合格を目指すという企画やったりするじゃないですか。そうですね、はい、でも東大って実際はめちゃめちゃ有名な高校出身が多いと。でその中で偏差値の低い高校出身の人を見つけたら勝ちというゲームです、はい、なかなか見つかるのか、これ結構難しい企画ですけども、はい、お互い対決形式の企画なんで、はい、負けた方がこのパーカーをプレゼントさせていただきます、はい、皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタの方も絶対お願いします。それでは行くぞ、リアルドラゴン桜を見つけろ。わかって TV。で、東大生の方見つけました。出身エリア聞きましょうか、はい、地方はどちらですか。はい、九州です。九州、はい、じゃあ高校時代の部活動を教えてください、はい、高校時代は一応帰宅部でしたね、はい、ワンチャン部活禁止とか。ああ、なるほどね。結構大変はね、うん、じゃあどうして東大目指したんですか。東大入ったらモテるって思ってました。うわ、あれ、え、そっち。これさ、低いところ上がりたいパターンよ、これだって。ああ、なるほどね。え、実際どうですか、入ってなんかモテました。まあ、そうっすね、全然モテないっすね。いやなるほどね。東京来て驚いたことを教えてください。予選が多いなってのがあったのと、 あと女子高生のスカートが短すぎて。いや、ちょっと変態だろ。低層観念重要ですから。これ男子校なんすよ、多分。公立だもんね、あとはね。そうだね、九州は公立王国です。ラサールだな、これ。ちょっと僕スルーします。あ、将来の夢を教えてください。まあ、できれば起業したいなとは思ってるんですけど、はい、まあ、専業主婦でもいいかなって。ちょっと何これ、え、東大主婦成し遂げてやるぞみたいな気持ちが強いんで、もともと低い高校の人は結構多い場。なるほど、場合が多いんです。久留米大附設のホリエモンに憧れてパターンもあるよ。確かにちょっとね、起業したいホリエモンかもしれんな。確かにちょっと怖いんで失礼します。答え合わせしましょう、はいはい、通ってた高校教えていただいてもいいですか。福岡県立福岡高校です。賢いっちゃ賢いけど、まあまあちょっとありだったかな。男子校って言われたのはちょっと気に食わなかった。怒られとるやないか、お前。出身の怒り。東大の男の子見つけました。はい、ガタイすごいな。ねえ、ちょっとこれはもう、ラグビーっすよね。あ、ラグビー。いや、すごいな。いや、これ高田文って肉の質が違うから。脂肪ですか、こっち。筋肉です。似たようなもんじゃないの。違うわ、お前。全然養豚場で育てられたでしょ。やめろ、お前。出身聞いてもいいじゃん。出身のエリアだけ聞きましょうか。う、地方ね、はい、生まれたのは和歌山県で、育ったのは千葉。うわ、市川やろ、これか。渋幕。渋幕。うわー、もうエリアを聞いちゃうとそこの進学校に見えちゃうから、ね、え、今何年生ですか。今4年ですね。この後進学ですか、それとも就職。あ、ちょっと1年モラトリアムの方。留年。だから進学校出身の方が留年する率はあるかもしれん。分からんけど、ね、これマジ、ちょっともう怖いわ。ちょっともうね、東大生全員怖いのよ。ちょっとスルーします。いや、もう完全にもう弱くなってるやん、なんか今日。いやもうね、マックも全員新学校に見えてまうのよ。今日全然ディスってないのよ、こいつ。ディスるとこないから、もう。ディスれないんですよ、ディスれないですよ。こんな平和の分かって意味ありますかって言って。おー、出ましたもん。それ落ちたんでね。いやさっと、あんなにいい点取って、もう絶対受かるやんと思って。いや、本当よ。友達とも盛り上がった。逆に僕、センター試験の 2B で、問題間違えちゃって、2位取っちゃって、何十点ぐらい取っちゃった。でも受かったやん。いや、マジめっちゃ賢いやんってことは。ダメだこれは。それでめっちゃ生きてたんで、友達にお前フーミンみたいやなってめっちゃ言われて。まあちょっと今のヒントですね。二次試験でめっちゃ取ってるってことは、おそらく地頭がいい進学校だと思うんで、スルーします。答え合わせしましょう。はい、お兄さん通ってた高校の名前を教えてください。県立千葉高校。あ、県千葉だ。公立やけどね、はい、でも御三家、ね、千葉トップクラス。はい、じゃあここまで。やっぱ名だたる進学校多いですね。多いね。偏差値もう70は当たり前です。なんか早稲田はさ、マジで50代とか言ってたじゃん。ほんまやな。そんなのいないですよ、東大。いないな。どうしよう。だからうまく65ぐらい狙えたら結構すごいよね。高田文の高校いくつなの。僕の高校は57でした。57。ちょっとそれでよく東大目指したね。他の近いやん。ちょっとやめてくれよ。じゃあ東大生の方2人組見つけました、うん、おい、顔をアップしてほしいんですけど、はい、チンチクリンカーまで、ね、やめろお前。早速言うの。出身のエリアだけ先聞きますか。はい、北陸いいですね。あ、来た。金沢泉ヶ丘、はい、星高校福井県で、富山高校、はい、富山チーム高岡、はい、この辺りやと思うんですけど、はい、うわでも高いな。いや高いよ、冷静に考えると高いな。お兄さんは関西です。関西。じゃあ僕気になるのが、はい、アイアイ傘してるこれカップルですか。これはアイアイ傘してる。違う男子校の可能性出てきましたよ。やめろ。兵庫県どこですか。京都です。堀川佐賀の最強という公立御三家。あと楽南楽星という私立の優。うわどこだ。詳しいな。どんどん出てくるな高校の名前。兵庫県どちらですか。
石川県。ああだから金沢飯泉が丘近代附属、はい、でも京都から大阪の学校行くパターンもあるからね。出身は滋賀です。なるほど。これでもう私立確定しちゃいました。洛南洛西の2択です。はい、で男子講習するので東山高校とかも入ってきますけど、はい、東山やったら熱いです。ただ洛南洛西のどっちかでしょうね。男子講習するんで洛西でしょうね。いや学歴ゴリラがテンション上がってます。動いてます。いやこれ両方とも高い。僕スルーします。あいや僕ちょっとね、確かお兄さんやっぱ高そうなんですけど、ちょっとこっちはお兄さん意外にワンチャン成り上がる可能性あるんじゃないかなと。え、子供の頃のお母さんの呼び名教えてください。あ、ママでした。ママ、ママなんだ。これはいける。いや、ママっていうのはちょっと世間知らずのボンボンなのかなと。え、ちなみにお前なんて呼んでるの。むつみって名前からむつちゃんって呼んでる。気持ち悪いよお前。え、じゃあ金沢のいいとこ教えてください。これで学校わかります。ご飯が美味しいとこだと思う。おお、ちょっと浅いよ。めちゃめちゃ浅いですよ。はい、他は京都みたいな歴史的な街並みっていうのが、はい、いやでもそんなに語彙力ないから頑張って暗記して東大入ったんじゃないかな。あ、そういうパターン。東大目指したきっかけとか、うん、なんとなく。あ、出た、なんとなく。 いやアホだからやっぱ東大行けるって思っちゃって多分目指したパターンだと思うんで勝負します。わあ、行った。通ってた高校教えてください。そう、泉川高校です。あー、ナンバーワン。北陸ナンバーワン。結局東大って進学校しか入れへんのかな。ドラゴン桜ほどあんまないで。やめろお前。じゃあ東大生の方見つけました。はい、学年教えてもらっていいですか。僕今もう修士1年生。はい、学部は東大ですか。学部も東大です。関西出身とかですか。そうです。都道府県どちらですか。兵庫です。あー、出ました。灘の匂いがした。絶対バレないように出身高校の自慢を、もうプチ自慢ちょっと教えてもらっていいですか。知事マン、はい、いや言うと絶対バレるやつ。ああ、だからじゃあもうやめましょう。今のヒントだけどな、もう。いやいやいや、各高校の特徴を押さえてるのでそれを踏まえた上でのヒントやります。はい、僕に関することであればいい。まあ、おな、いいっすよいいっすよ。はい、うん、一応推薦です。東大推薦めっちゃ珍しいのよ。東大の中でも上位です。入り方が違うから学力で上位とは言えないけども、うん、めっちゃ成果必要です。あ、なるほど。何を武器に戦ったの推薦は、うん、生物学オリンピックと地理学オリンピック。はい、もうスルーです。え、マジ早い早い早い。え、どういうこと。オリンピッカーなんですよ要は。メダリストなんですよ。答えしましょう、はい、お兄さん通ってた高校を教えてください。兵庫県立小野高校です。わーい、龍山高校です。兵庫県高校入試、はい、東播磨ブロックっていう学がありまして、はいはいはい、1位籠川東、2位明石北、3位小野なんですよ。逆でしょ。いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。あの今東播磨列めっちゃ盛り上がってるんですけど、2番手を明石北と小野で争ってんのよ。そうなの。普通科は小野が上ですよ。いや明石北。東大でお兄さん見つけました、はい、顔はめっちゃ賢そうです。でも、うん、服装が、うん、これ田舎から出てきたファッションなんですよ、うん、本当にそう。家が近くて、家でオンライン受けてて昼ご飯買いに行っただけで。あ、なるほど。本気じゃないよ。怒ってるよ。怒ってるやん、もうやめろお前。この辺に住んでるってことは、はい、あの出身東京じゃないんです。あ、なるほど。それは読み通りです。あ、なるほどね。じゃあ出身の地方を教えてください、はい、九州です。じゃあ東大目指したきっかけを教えてください。日本で一番いい大学ですし、あのインフリがあるんで。なるほどね。その志望が決まってなくても大学入ってから自分に合った学部を選べると。東大受かった時の親の反応を教えてください。 LINE で連絡が来て結構喜んでました。学校で結果を知って。あ、なるほどなるほど。後期試験の勉強とかで学校でおったってこと。あ、そうですそうです。自信なかったんや東大。そういう学校のあれで後期の指導もあったというか。なるほど、これちょっとヒントよ。え、どういうこと。だから前期試験終わった後、はい、普通みんな遊んだり休んだりするやん、はいはい、でも学校が、うん、お前ら後期まで受験やって言って、うん、ほぼ全員残されたみたいなことでしょ、まあ、後期まで頑張れみたいな、ね、だから進学実績に相当執着のある学校やん。私立じゃない。私立の可能性あるな、ね、そうだね。公立そこまでやらないよな。公立のめっちゃ進学校で逆にそこまでやんなそうだよね。ラサール、久留米大附設、うん、そのあたりやな。スルーします。あら、通ってた高校を教えてください。佐賀県立武雄高等学校です。うわーやばい。辰巳高校じゃねえかよ。ドラゴン桜は現実にありえます。すごい。東大生でお兄さん見つけました。ちょっと服装小綺麗ですね。友達良さそうだ。髪型もね、多分ね、アイロン当ててるんで。本当に当ててない。アイロン当ててない。天然です。東海の中高一貫集がちょっとするのよ。見た目だけでね。じゃあちょっと出身聞いてください、はい、出身の地方、関東地方とか関西とか。大阪です。大阪はね、公立の U10 校進学校あります。あ、そうなのね。私立も強いです。北の州するな、ちょっと。北の高校ね。はい、か、清風南海、大阪聖光、はい、女の子やった四天王寺もあります。あ、なるほどね。あ
楽しそうだな。一人で楽しそう、一人で盛り上がってる。東大目指そうと思ったら理由を教えてください。一番偏差値高いから目指しました。東大行かなかった理由は？大阪やったら京大みんな行くでしょ。いやちょっと僕的にはちょっと余裕だったんで。うわもうダメだ、もうちょっと待ってくれよ。俺が必死こいて受かった大学、高1から受験勉強始めて受かった京大を余裕やとか言うな。まあ俺も合格最低でプラス50点で受かってる。やめろお前。だから余裕やったんで多分かなり上位、はい、北野のトップとか、はい、清風南海のトップとか、はい、大阪聖光のトップとかやと思うんで、はい、スルーします、はい、答えしましょう、はい、通ってた高校教えてください。大阪聖光がですね、はい、大阪聖光のやつが、はい、四天王寺の女の子ばかりする時の話していいですか。何ですかそんなの。3B って聞いたことある？いや、ないです。何それ？四天王寺の女の子のことを、はい、大阪聖光 3B って言って、はい、ブスブタ仏教って言って、聖光の友達が言ってた、ね、一般論ですからね、皆さん真に受けないようにね。東大女子の方見つけました、はい、ちょ、おしゃれっすね。ありがとうございます、はい、すごい。おへそ出してる東大生少ないよ、ね、これはもうめちゃめちゃ激レアですよ。希少種です。どうですか東大女子の印象？すごいみんなキラキラして、でもやっぱ思うのは、はい、みんななんか自分の芯がちゃんと強いなっていうのが、譲れないポイントみたいなのがちゃんとあって、はいはいはい、うん、自分の世界観が、まあ、高校の時と比べて広がったなっていう。なるほど、芯が強い、はい、まあ、パスタでいうとアルデンテみたいな。いやいや、やめろお前、なんでパスタにした。高校時代恋愛とか結構してました？あ、全然です。全然、はい、女子校とかで恋愛がなかったパターンか、はい、高校時代、はい、頭良すぎて、はい、周りのみんな声かけれなかったパターンか、はい。でもお姉さんちょっとね、ミスコンとか出れるぐらいのちょっとね、ぜひ出てください、ね、うん、はい、出身の地方エリア聞いてもいいですか？関東です。ちょっと待って、応援集するな。彼氏に求める条件を教えてください。結構高いんですけど。おーおー、いいですね。一緒にいて常に成長できてるかって毎回自分に自問自答しちゃうんですよ。おー、この人と一緒にいて、この人と一緒にね、なんかすごい合理的だと思えちゃうかもしれないですけど、はい、私にとってメリットはあるんだろう。でも今週知ることで私が高められるかどうかと、ね、学びがあるかどうかってことですよね、はい、傾向としてどんな人が思うことかっていうと、はい、過去の恋愛で、はい、無駄な男に無駄な時間を使った人、うん、ああなるほどね。逆にそこの反面教師から反面教師してそんな経験が高い、そんな経験があるんですね。偏差値の低めの高校、えまさかやんちゃな高校生が多い高校、はい、全く成長できひんダメンズ彼氏、 いけるかな。行く行くしかないか。おちょっとね、僕もね、はい、もっとほんまは吟味したいんですけど、はい、武雄高校、小野高校外してるんで。そうだよ、本当だよ、もうそろそろもう行くしかない。勝負します。リアルドラゴン桜、長澤まさみちゃうか。お姉さん、通ってた高校教えてください。はい、大院高校です。あー、あー、あー、長澤まさみじゃなかった。あー、都内の最強進学校です。出てきました、東大でリアルドラゴン桜探し対決。山が選んだのは金沢泉川高校偏差値66、高田風名選んだのは大院偏差値77、はい、というわけで山田勝利です。圧勝しました。今回ね、ちょっとお互いスルーしちゃいましたが、小野高校、武雄高校とかね、はいはい、すごいよ、本当に東大はマジで、うん、そういうのも一部あるということで、ね、びっくりしましたね。ドラゴン桜はありますと、ありますね。ただ圧倒的進学校が多いので、多かったでしょ、相当頑張らないと奇跡は起きない、はい、ドラゴン桜見てね、はい、俺でも東大行けるかもとかあんま思わんよ。 やめよう、いいだろ、夢はね、本気でやれよ、夢は持ってほしいですね。負けたフミからは、はい、パーカーをプレゼントさせてもらいます。はい、皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタも絶対にお願いします。じゃあ今日これで、バイ。